はい、キャプテンコージです。こんにちは。はい、4時になりました。今日もね、頑張ってラジコンカやっていこうと思います。それにしてもね、いいお天気でございます。部屋の中でね、YouTube 動画ね、健康に関する YouTube 動画、本要約チャンネルのね、竹見さんの動画見ておりました。男性ホルモンのね、テストステロンという男性ホルモンがあるんですけども、これがね、老化、これが不足するとね、老化するということで、ございます。はい、アジサイの花もね、アジサイの花はまだつぼみがまだですね、まだね、6月の5月の終わり頃ぐらいからつぼみがね、花がね、咲き始めますので、ちょっと見てみましょうね。その時期になったらね、5月の25日ぐらいになったらね。はい、そんな感じでございます。そして、今日はもう気持ちいいね。何もやりたくないね。でもやらなくちゃね、みんな見てるからね。はい、それではラジコンカーまたやっていきますので、マーリンちゃんね、マーリンちゃんちょっと邪魔なんでどかします。はい、マーリンちゃんも頑張ってくれた。今日はね、26キロ走ってくれたね。はい、ちょっとどかしますね、邪魔なんでね。そしてはい、こんな感じでね、ラジコンか、もう早速行くか、オープニングトークなしでね。そしたら帽子かぶって、手袋もしないといけないんで、昨日の続きだからね。こういうのをね、道端で拾ったんですよね。こういう厚みのね、あるね、ゴムマットですね。これをここにどうにかしてつけられないかなーって考えてます。まあ、これ延長を作ればいいんだけどもね、これね、延長すれば入るんだけどね、普通にね、こんな感じでね、この辺に穴開けてね、穴開けなくてもいいんか、これでこうやってすくって、それでここぶった切ってね、まあいいでしょ。今やってる方式でやっていきますね。そして切る場所が、あ、これ昨日切った場所だから、こんな感じね。これでもいいけどね、これでこうやってね、これだとね、ここに穴開いてるんで、こうやって切らなくてもよかったね。まあいいでしょう、この内側につけましょう、とりあえずね。内側につけてもできるんでね。はい、そんな感じで、もう一個のやつどこ行ったかな。あったあった。はい、そしたらもう早速やっていきましょうかね。あとこれ切ってからね、ちょっと合わせてみます。穴開けないといけないけどね。まあいい、これ自体にね、穴開けないんでね、これ自体もう純正のままでね、穴開けないで、この穴を使って、そしてここちょっと大きくするかもしれないけどね、穴は3本開いてますんで、これをこんな感じで取り付けて、穴を開けてね、で取り付くようにしますんで、まあそんなに難しくないんだけどもね。そしたら今日はね、またね、切っていきましょう。ちょっと切りましょう。切ってからだな。問題は一つずつ解決していきましょう。少しずつね、少しずつ進めていきますので、はい、ちょっと待ってね、裏にねシールがついてるんだよね。これね、シール外します。シールがついてるんで、シール外して、アングルって書いてるね。
まあね、こういったものはね、ホームセンター行けばね、いろいろ売ってますので、なんかいい、適当になんかいいやつがあればね、買ってね。他にもね、いろいろ売ってるんでね。よし、しっかり締めて、そして手袋をして、マスクして。さあ今日はお散歩頑張ってきました。穴開けるところまで今日行きましょうかね。できるかな。はい、ちょっと待ってね、怪我しないようにね。怪我しないようにするんで慎重に行きますんでね。怪我したら終わりなんで。はい、そしたらライトつけてね、慎重に行きますんでね、見ておいてください。こんな感じでちょっと縮めて、そして見えるかな。そして線が切れそうになってるな。線をね、近づけないようにね、火が飛ぶんでね。まあ近づけても大丈夫けどね。この辺で見ておいてください。こんな感じかな。どこ行った。あ、これやね。これで拡大、あ、これでもうあれやな。はい、ちょっとと見にくいかな。はい、それではね、やっていきます。はい、取れました。あ、マスクしてなかったな。マスクこんな状態でやってましたね。ちょっとまあいいでしょう。はい、そしたらね、これまたね、面を取っていきますので見ておいてください。簡単ですね。
はい、ちょっと削りすぎたかなと思いますけれども、いいでしょう、これでね。はい、よいしょ。そしてこれを合わせてみましょう。もうね、疲れましたけれども、邪魔にならないところに置いて、サーキットバギーを持ってきて、よし、はい、さあ、どうでしょう。これが今切ったやつかな。うん、そうだね。そしてこんな感じで取り付けますので、テープかな、硬いよな。穴をね、先によく開けないといけないな。ちょっと取り付けてみましょうかね。はい、見えてますかね、この状態でね。どこだ、ん、あ、はい、これでね、ちょっと見ておいてください。エンジン乗っけて、エンジン乗っけて、穴の位置は、あ、いい感じね、いい感じ。けど入るかな、こっちは入りそうね。もうちょい前だな、ギリギリまで。はい、いけそうですね、こっちはね。間違ったらまずいんで、あのネジを1個つけときましょうかね。つけたまま、つけたままで、ちょっと穴を開けましょうかね。このままどうかな、穴開けた方がいいかな。穴の開ける位置がね、難しいですね。これ一発勝負になるかな。これを入れてですね、難しいのですが、ああ、これはちょっと開けないといけないな。これだな。こっちだな。ん？こっちか。ちょっと待ってね。難しいですね。いや、どっちにしろこれ穴開けないとダメだな。そっかそっか。はい、どっちにしろ穴開けないとダメか。はい、この位置で真ん中ですね。センター合ってるんかな。あ、センター合ってるね。え、センター合ってない、ちょっと待ってね。センター合ってないような気がするな。
どっちにしろこれギリギリだな。センター合わせてちょっと隙間空けましょうかね。ここねブレーキと干渉するのでこんな感じかな。ちょっと分かりませんけれどももうギリギリだね。はい、穴開けてみましょうか。思い切って、この位置につけましょうね。はい、これで穴開けていきましょう。固定したまま穴開けられるかな。この状態で穴開けられるかな。持ったままね。わかりません。はい、ちょっとね穴開けますね。もう穴開けましょう。穴開けて固定できればね、横の方ね。だけどもいける、うまくいく自信がないんだけどもね。小さいドリルあったかな。小さいドリルでまずね、小さくね穴開けてね、大きいドリルいきなり突っ込んだらまずいと思うんで、小さいドリルがあるんですけれども、これ鉄鋼用やな。はい、これね、鉄鋼用のね、ちょっとごちゃごちゃしてますけれども、すみません。よいしょ。小さくはないぞ、これ。まあまあ、まあまあ、いけそうな気がしますけれども、この小さいやつだね。いけるんかな。それかね、小さいドリルはね、どこかにね直してるんだよね。どこかに直したんだけども、ダイソーで買ってくるかな。どうしよう。これとこれは大きさが違うんで、あ、大きさ一緒か。これとこれ大きさ一緒やな、鉄鋼用ドリルね。あともうこれで一発でいきましょうかね。一発でこれね、穴の大きさがね、ちょっとここになんか挟まってますけれども、これ取らないといけるかな。ちょっと行ってみましょう。ほたらこれでね、いけないことはないと思うんで、手気をつけてからな。これですぐ簡単に穴開いたらいいんだけどね。はい、見ておいてください。行ってみます。ちょっと手がね危ないんでね、なんか挟むかな。いや、これで1個穴開けたらね、1個穴開ければ開けばなんとかなるんで、ちょっと行ってみます。開かないね。ネジがもうダメか。これでちょっとこのまま行きましょうかね。万力使った方がいいか。
ダメだねこれね。ちょっと待ってね、穴は開けそうなんですけれども、もう一個の鉄鋼ドリル、ダイソーのこれはダメかな、わかりません。ダイソーのドリルですけども、これ取り替えます。もうダメになってるかな。そしてこれを締めていって、よいしょ、一個穴が開けばね、難しいんだよね。で、よいしょ、大きさは一緒ですね。大きさは一緒なんで、これがセットもので、いけるか。もうちょっと、もうちょっと締めますので、これね、よいしょ。ちょっと力で締めておきます。ブレてないな。からちょっと開けます。開かないね。硬いなこのドリル鉄板。でね、オイルスプレー刺します。開かないね。何が悪いの？ふう。すいません、これじゃ開かないので、これねドリル買ってきましょうかね。ダメだねこれ、ドリルの刃がね、刃を研いだらいいんか。はい、そしたらね、もう今日ここまでにしておきます。そして明日ね、ダイソーに行ってね、ドリルの刃をね何本か買ってきます。これはちょっと時間かかるね。もしかしたらこれで、削いだらね、ヤスリで削いだら大丈夫かもしれないけどもね、ちょっと分かりませんのでね。ああ時間がもう26分になってしまいましたけれども、すみませんね。はい、それでは今日はこれで終わります。失礼します。